はい、皆さんこんにちは。SYK 代表の北野です。今回はですね、ホームページ、ブログ集客、メルマガは不要で、SNS で2年で我々が実際に4稼いだ究極の思考法というテーマについてお話をしていきたいなというふうに思います。今回の動画を最後まで見ていただくことによって、まあ今ね、集客になかなか伸び悩んでいるっていう方であったりとか、まあフリーランス、中小企業の経営者の方であったりとか、まあ今ね、ビジネスをしていて、ゆくゆくはね、年商で5000万、そして億超えを果たしていきたいという方もそうなんですけども、どういうふうな思考法で、集客媒体をね、選んでいけばいいのかであったりとか、どういうふうな思考でマーケティングのね、戦略っていうのを立案していけばいいのかっていうですね、その道筋がですね、今回の動画を最後まで見ていただくことで手に取るようにわかるようになります。そして今回のね、動画を最後まで見ていただくことによって自分が今まで見えていなかった、ビジネスのですねその固定観念自分が囚われている固定観念を取っ払ってですねよりもっとクリエイティブにそして自由にですね、アイデアをですね、生み出していくためのそういった方法っていうのもですね見えてくるんじゃないかなと思いますのでぜひ必ずですね今回の動画最後まで見ていただけたらなというふうに思います。ではですね、次にこの SYK、そもそも僕らの会社ってどんな会社なのっていうところなんですけども、うちの会社はですね、まあ、現場で即使える実践 SNS マーケティングという、まあ、この業界でもトップクラスのですね、その再現性であったりとか、あとはその実績っていうのを持ってます。まあ、実際にうちはもう SNS とそしてその LINE を使ったマーケティングで、まあ、2年間で累計4億以上という売上を実際に上げてる。まあ、この業界でメルマガを一切使わずに LINE だけでこれだけ売上を上げてる会社っていうのは、まあ、結構うちぐらいなんじゃないかなと思うんですけども、で、あとはですね、実際うちのメイン事業としても SNS 運用代行事業、マッチングプラットフォームの運営であったりとか、まあ、出版教育事業とか、まあ、こういったあたりがね、メインでうちはやってる会社なんですけども、まあ、一言で言うとマーケティング会社ですね。そして今回はですね、我々が、ホームページであったりとか、ブログ、そしてメルマガを使わずにですね、SNS だけで、2年で4億以上稼いだ3つの思考についてお伝えしていきます。テーマは3つあります。まず1個目、非常識が成功を導く。2つ目、マーケティングの本質とは何か。3つ目、リストマーケティングにおける正解とは何か。この3つのテーマでお話をしていきたいと思います。まず1つ目、非常識は成功を導くっていうことなんですけども、既存のね、常識を疑ってみるというのがですね、ビジネスは非常に重要になってきます。まあ僕らっていうのはですね、まあ経営者もそうだし、起業家の方もですね、既存の常識にとらわれて、新しい戦略がなかなか思いつかない、盲点になってしまう。これ結構あるんですよね。で、例えば、この業界とかで言えばね、まあコーチコンサル業界とかでもそうだし、まあこれ店舗とかでもそうだと思うんですよね。どの業種でもそうです。私業とかもそうですし、クリニックとかも、まあブログで集客当たり前でしょうとか、ホームページ集客当たり前でしょうとか、メルマガ必須でしょみたいな。もうこれってただの固定観念でしかないですからね。あとは会社はオフィスを持つべきだとかね。いや、ホームページないと売れないんじゃないかとかね。まあ、僕らはこれをもう最初からおかしいと思ってたんですよね。創業した時から。いや、そんなのなくても売れるんじゃないか。まあ、僕らもともと SNS がある程度得意だったっていうのはあるんですけど、で実際ブログ集客は必須か、メルマガ本当に必須なのかって言ったら、必須ではないわけですよね。で、むしろこれは時代に合わせて、お客様目線で見た時に、お客さんが一番、目につきやすい。そしてお客様にとってもストレスなく購入してもらうための動線を作るためには、僕はもう LINE と SNS だけで十分だと思ったんですよね。だからうちの会社最初に LINE と SNS だけでも創業1年目でね、1億数千万ところまで行きましたけども、うちはもう LINE と SNS だけで本当に行きました。でね、まあ、実際に2つ目に、ま、会社オフィスを持つべきだっていう話もあるんですけど、うちはね、まあ、その状況すら怪しいと思ってて、うちもバーチャルオフィスですからね。で、完全フルリモートです。創業当初からうちはフルリモート。もうコロナが流行る前からずっとフルリモートでうちは会社をやってます。まあ、それでも売り上げってのは年々とやっぱ上がっているわけですよね。で、まあ、さらに言うと、ホームページがないっていうのは、これもね、実はね、ただの誤解というか思い込みに過ぎなくて、うちの会社だって、まあ、一応ね、簡易的なホームページは一応ありましたけども、ほとんどホームページで集客とかしてないわけですよね。ほとんど結局使わなかった。だから、ちゃんとしたホームページを作ったのは、もう年商1億超えてから作ったんですよ、僕らの場合はね。だから別にホームページなくても売れるよっていう話なんですよ。で、ブログ集客しなくてもお客さん集められるし、メルマガなんて使わなくても、むしろ今の時代はメルマガよりも LINE の方が、まあ、開封率も高いし、見込みのお客さんも取りこぼすリスクも少ないので、もう LINE 一択でしょっていう話だと思うんですよね。っていうところでぜひね、こういった固定概念を疑ってみるっていうのがまず1個目すごい重要かなというふうに思います。2つ目、マーケティングの本質は何か。これについて話していきたいと思います。で、マーケティングの本質なんですけど、これは結論ですね、お客さんだったらどう思うんだろうかなんですよ。これ皆さんぜひ覚えておいてください。自分がお客さんの立場だったら、あなたの投稿を見たとき、インスタ見たときに、バナー見たときに、LP 見たときに、ぶっちゃけどう思うんだろうな、ここなんですよね。お客様があなたの配信を見た時にどう思うんだろうな。自分が本当にお客さんの立場で自分の投稿を見たら、ちょっとダサいなとかね。この バナーのデザインちょっとダサいんじゃないかとか、まあ、広告のヘッダーちょっとダサいんじゃないかとかね。なんかうさんくさく感じるなとか、自分がお客さんの目線から見た時にも、ちょっとこれ良くないなと思ったら、それはもう、
売れないわけですよね。なので、マーケティングってはよくね、いろいろ 4P 分析、3C 分析とか、ポジショニングとかいろいろありますけども、まあ、そういうの大事なんですけど、基本はすっごいシンプルなんですよ。お客さんから見たときに、お客さんはどう思うんだろう、あなたのことをどう思うんだろう、あなたの商品についてどう感じるんだろうっていうのをお客さん目線で考えていかないといけない。だからプロダクト、まあ、商品を作るときとかもそうだし、情報発信するときにも絶対にもうすべてですね、これはもう何が何でも言います。もう顧客視点が 100% ですと。もうお客様が正解を握ってるわけなんですよね。いくらあなたがマーケティングの本をいろいろ読んで、いや、私はこう思うからこれで売れるだろうって言ったところで、すべてはお客さんが決めます。なので、すべては顧客視点を忘れた瞬間に売り上げはもう落ちる、倒産廃業ですよってことになりますので、重要なのは社長の仕事っていうのは、まあ、マーケティングって僕いつも言ってますけど、その中でも一番やっぱり重点的に時間を割いてほしいのは、お客様、既存顧客のヒアリングであったりとか、既存顧客のアンケートを収集をして、それをマーケティングに取り入れていくことに時間をぜひ割いてほしいと思うんですね。もう既存顧客へのアンケートだったりとか、あと既存顧客でない人でもですね、自分の商品を買ってくれなかった人、なんで買ってくれなかったのかなっていうところにもね、やっぱ絶対アンケート取った方がいいわけですね。それによって情報発信の質であったりとか、お客様がネックになっている部分を取り除いてあげられるような、情報発信 PR ができるようになりますので、ぜひですね、こちらの、まあ、お客様の声をヒアリングする、このね、顧客視点っていうのをぜひね、持っていただくというのがすごい重要かなと思います。まあ、僕らも創業投資家、ここはずっと重点的にやっぱやり続けたところなんですね。だからこれはまあ実際中小企業の方とかもそうだし、まあ経営者の方とかフリーランスもね、ヒット商品を生み出していきたいっていう場合はもうすべて顧客視点が大事になります。お客様が求めているものから逆算をしてヒット商品を作っていく。売れる配信を作っていく。売れる営業セールストークを考えていくと。まあそういう順番になってきますので、ぜひこのマーケティングの本質、ぜひね、意識してみていただけたらいいんじゃないでしょうか。三つ目、リストマーケティングにおける正解とはというテーマです。これはですね、売れる本質ってことなんですけども、結局、売れたらそれが正解になります。よく、インスタで集客するのがいいんですか、ツイッターがいいんですかとか、LINE ではこういう配信でいいんですか、いろいろあります。もちろん、うちの SYK もテンプレートがあります。配信手法があります。でも、結論から言うと、インスタ使ってもツイッター使っても、売れたらそれが正解なんですよ。なので、弊社はですね、売れる仕組みを作る、まあ、マーケター集団なわけですよね。まあ、うちはまあ、事業部制で、まあ、20名規模今、会社でやってますけども、まあ、みんながやっぱマーケティングでいろんな講座学科っていうのがすでに動いている中で、マーケッター、いわゆる知識データっていうのがですね、ものすごいあるわけです。うちの場合は知識データっていうのはね、うちは年間に数億規模の広告費を使ってマーケティングのテスト解析をしてターゲティングをして、まあそこのデータを持っている。そしてその事業部線によるそのフィードバックですよね、各分野のフィードバック、この客層にはこういう言葉が響くっていうフィードバックであったりとか、あとは業界最先端の SNS 集客を常にうちはアップグレードして、お客様クライアントに提供して続けているっていうね、経緯がありますので、まあ、こういったところによるですね、しっかりとした最新の再現性の高いねやり方っていうのをね、まあ、僕らは持ってます。で、皆さんもね、まあ、ぜひ、売上をやっぱ上げていくのであればですね、どういう風にしたらお客さんは自分の商品を買ってくれるんだろうなっていうですね、お客様目線から成果を見つけていくっていう視点でですね、ぜひ戦略を考えていただくと何か見えてくる部分っていうのがね、結構あるんじゃないかなと思いますので、ぜひ今回の動画もね、少しでも勉強になったよという方はぜひ高評価ボタン、チャンネル登録もですね、ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、今回の動画は以上になります。最後にご視聴いただきありがとうございました。